カラー柔道着カラー柔道着とは、白、生成色以外の色を用いた柔道着のこと。別名カラー柔道着、ブルー柔道着、ブルー柔道衣。も。発祥地の日本において、柔道着は、伝統的に白又は生成色が当然とされ、世界へ広まる際もそれが長らく不分立であった。しかし、1988年5月に、スペインのパンプロナで開催されたヨーロッパ。 柔道選手権大会において、初めて青の柔道着を着用する選手が現れた。一方の選手が白を着用し、もう一方が青であった。審判にとっても、観客やテレビの視聴者にとっても色が違う方が、分かりやすいとして誤信を減るとしている。青を選んだ理由は一番映えるとしたから。当時会場にいた、行動館国際部長の安倍一郎は、 一目見て嫌な予感がしたとしていた。ヨーロッパ柔道連盟の技術総会で提案するも、反対意見が多く、幸先は良くなかった。1989年の IF 総会では、賛成50、反対87で、闘技では伝統を重んじる日本、アメリカ、オセアニアの連盟代表らが反対したため導入は、見送られた。1993年、 欧州柔道連盟40カ国が1988年のカラー柔道技を欧州選手権に導入したことで、テレビ局や広告代理店と契約できたと強調し、再度ルールの改正をイフに提言。9月27日、カナダハミルトンで行われたイフ総会で、カラー柔道技導入問題は、賛成52、反対92、二無効2で再び否決された。 しかし、日本が伝統と文化を主張し反対票を取り付けた1989年とは異なり、経済格差を背景にした理由の方が多かった。アフリカ柔道連盟の代表は、アフリカ諸国は経済的に苦しく、一人で白と青の柔道着を持つ、経済負担は大きいと話した。また、インド代表の欧州でスポンサーがついたところで、インドには何もリターンがない。 追加費用が増えるだけだという意見には会場から拍手が起きるほどであった。一方、日本の代表には発言権が与えられず、伝統や文化の観点に基づく研究は一度もなかった。一方で、鹿の屋体育大学の中村いは論文で日本の代表の全十連が白色は創始国日本の伝統文化に基づくという趣旨を含む反対のスピーチをしたとしている。 エジュは1994年1月14日の理事会で今春から欧州での国際大会にカラー柔道着の導入を受け継ぎ。これに対して全日本柔道連盟は1994年3月5日からのハンガリー国際大会に日本選手を派遣しないことを決めた。これを受け4月13日、エジュのクルトクッチェラー会長は朝日新聞社のインタビューにカラー柔道儀は 欧州選手権のみで使う。アトランタオリンピックまでは、白と述べた。なおドイツは、日本選手が参加しない、国際大会は、核が落ちるとして、カラー柔道着反対派に回っている。1995年9月、アイフ会長に就任した、僕広志明は路線を変更し、カラー化を推進。1996年5月、アイフ理事会で白色が表なら、 リバーシブル柔道着の着用許可を決定。1997年10月、アトランタオリンピック終了後のパリにおける総会で、IF 主催大会でのカラー柔道着の導入を決定した。しかし、全日本柔道連盟は、主催大会ではたとえ国際ルールの国際大会でも導入しないことにした。例えば、福岡国際女子柔道選手権大会が 1998年9月、ワールドカップ国別団体対抗戦で、愛 f 史上初めて主催大会で、カラー柔道着が導入された。2003年、愛 f 主催世界柔道選手権、大会大阪大会の翌日である9月15日、同会場で行われた全従連主催世界柔道、国別団体戦で初めて全従連主催大会で、カラー柔道着が特例で導入された。 2010年までに表彰台での白柔道委着用の義務化がなされた。2016年には日本国内においても優勝大会をはじめとした全日本学生柔道連盟主催の大会でカラー柔道着が導入されることになった。2020年12月3日、全日本柔道連盟はオンライン理事会を開き、2020年10月の 行動完売 60kg 級決勝戦での誤信騒動を受け、12月13日の東京オリンピック 66kg 級代表者決定戦である安倍一二三大丸山城白を2021年の大会より全日本選抜柔道体重別選手権大会行動完売でカラー柔道位を導入することを承認した。全日本柔道選手権と 全日本女子柔道選手権は従来通り、ビアクド期のみで行われる。反対派は、日本、ドイツ、アメリカ、オセアニア、アフリカなど。伝統、精神論に基づく、観点、編集その他、編集賛成派は主に、ドイツを除くヨーロッパの連盟や日本以外のアジアの、連盟など。伝統、精神論への反論、編集その他、編集。ありがとうございます。